こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、このいちごのもう編んでるパーツなんですけども、久しぶりにね、いちごのパーツでいちごを組み立てて、こういうかご風に編んだものに縫い付けたりしてやってみようかなと思って、まあこれはね、かごをイメージして作ったんですけども、これにまあお花、葉っぱ、いちごをねぶら下げたりして、ちょっと今までとは違ったいちごのモチーフをね使って作品を作ろうかなと思っています。材料は、冷水糸の30番でみんな編んでるんですよね。これもそうですし、葉っぱも花もいちごの実もヘタの部分も冷水糸の30番ですかね、で編んで仕上げました。で、これはワイヤーに、冷水糸の30番のこの葉っぱの色とね同じ色で、全部ね30センチぐらいあるのかな、全部巻きつけています。これを使うのはいちごの、茎にねこれを使おうかなと思っています。お花と葉っぱはこんな感じに留めようかなと思ってるんですけども、その間にねこのいちごのパーツを使おうかなと思ってるんですけども、片面だけこう片方の面だけこうつけていったら、どうしてもこうこの持ち手紐を持った時にこう重みでこうなりますよね。だから、このいちごの茎の部分をワイヤーで巻いて、後ろの方に、後ろの方のこう網目のこう隙間にこう差し込んで、ちょっと重みをね向こうの後ろの方にも持っていこうかなと思ってるんですよね。今から、このいちごとヘタと、この茎かな、これを組み立ててつけていこうかなと思ってるんですけど、長さをちょっと考えながらねしないといけないので、どんな風にしようかなと思ってるんですけど、まあいちごのパーツはこれとこれは一緒なんですけど、一つはねちょっと若干ちっちゃめに編んだんですよね。でこの3つでワイヤーを茎にして仕上げていこうかなと思ってるんですけども、こんな感じ、長さをね考えながらせんといけないので、ぶら下げた時にこのいちごがまああまり下の方でもおかしいし、どんなですかね、下でもいいかな、ちょっとやってみようかなと思います。長さを、こんな感じで、何センチくらいにしようかな、そうですね、長さをちょっと10センチずつぐらいにカットして、いちごのモチーフをね作っていこうかなと思います。まずですね、このワイヤーに冷水糸を巻きつけてきた、茎の部分ですね、こんな風に先をこう丸めました。こんな感じで丸めて、丸めた後にこんな感じですね。それをこのいちごの上の部分に差し込んでヘタをこう入れて、上から入れて絞ってねこう仕上げるんですよね。絞るために、
最初一番上をですね絞るために針で一目一目こんな感じで絞るようにしておきますね。こんな感じでしておいて、今先端を丸めてこうしましたよね。これをここに差し込んで、いちごの実を絞りますよね。差し込んだ後に、糸始末をするんですけども、これが出てこないようにように処理をしていきます。こんな感じで、中にね入れ込んでおきます。そしたらヘタを上から通しますよね。ヘタを上から通して編み始めの糸を引っ張って絞ります。ぎゅっと絞って、ここのね隙間が開かないように絞って、針でまた糸始末をします。下の赤いいちごの実の部分を実の部分に針を通して、ぎゅっと絞りながら、いちごの実もすくいながら、この隙間をね、ヘタが取れないように、外れないように縫い付けていきます。そしたら、今まで編んできた糸ですね。糸でヘタを固定していきます。だいたいイチゴのね動画も結構出してるので、やり方は一緒ですよね。針を入れて、一つ針を入れて、一つヘタを一枚飛び越えて、次のヘタに針を入れます。端っこら辺ですね。そこからまた戻って、右隣のヘタの端っこのこの辺をすくっ
してまた一つ飛ばして、こんな感じで針を出します。こうして一つ飛ばしてこっちに出します。右隣に移って一つ飛ばして針を出します。右隣に移って一つ飛ばして左の方のヘタに針を出しますね。5枚のヘタを一周して、どこでもいいですけどね、針を出して糸始末をします。こんな感じでね、いちごの実にヘタと茎をこんな感じでつけました。で、これをある程度、10センチずつカットしてしたんですけど、10センチは長すぎるので、そうですね、ちょっと曲げた感じで、曲げた感じで何センチか、そうですね、2.5 センチぐらいのところでこれはカットしようかなと思います。こんな感じで中にこう網目と網目の隙間にこう入れ込んで、裏側にちょっと、重心を持っていた感じで、このいちごをこう曲げようかなと思ってるんですよね。曲げる角度とかも必要なので、こんな感じで、中にね入れ込んでいます。下向くのは下向くんですけどね、ちょっと他のいちごもこんな感じでね、きれいにしていこうかなと思います。あとの2個のいちごもこんな感じでつけてきました。それで先に、このカゴにお花と葉っぱをね縫い付けようかなと思ってるんですよね。先につけてから最後にいちごをねつけようかなと思います。先に葉っぱをね、葉っぱを縫い付けます。この縫い付けてる葉っぱ、この糸が裏の方にね出ないように気をつけながらまつっていきます。
まずこんな感じで葉っぱをね縫い付けますね。縫い付ける葉っぱなんですけども、葉っぱも表と裏とあると思うんですけど、ここのこの、こっちがこう幅広いですよね、こっちと比べて。裏返しにすると同じ幅広なんですけど、幅広を表裏はちょっとわからないんですけども、幅広の方を表にしてつけています。こんな感じでね、こっちじゃなくてこっちですね、これをつけています。3箇所ね縫い付けてこようと思います。葉っぱを3箇所こんな感じにつけてきました。あとねお花を3枚こう3箇所つけるんですけど、まあお花もね葉っぱと一緒に同じようにちょっと葉っぱにこうかぶせた感じで縫い付けようかなと思います。だいたい5箇所1周、だいたい1周すればいいと思うんですけどね、ちょっと多めに。こんな感じでつけますね。あと2箇所もつけてこようかなと思います。こんな感じですね。お花をこんな感じで3箇所ねつけてきました。やっぱりどうしてもいちごとか後ろの方にこうワイヤーをこう合わせてもやっぱりこう重みでこうなるのはもう仕方ないですよね。で壁に飾ったり、何ですかバッグとかつけられたりするときはそのバッグのこうところにこうつけるので、多少ね重みがあってもまあ大丈夫かなと思ってるんですよね。ただこうぶら下げるだけですと、ただこうぶら下げるだけですとね、どっちにしてもこう下向くので、ダメなんですけど、壁にピンでね壁に飾ったりとかされる分には重みがあっても大丈夫ですよね。裏が壁なのでね、こんな感じでバッグとかでもそうですよね。だからもう前にこうなっても仕方ないなと思っています。であとはこのイチゴをね裏の方に差し込んでボンドでねちょっとだけ固定しようかなと思います。とまずもうだいたいこうどの位置につけるかね、ワイヤーを曲げてるんですけど、これは、ここら辺に差し込んでこうつけようかなと思ってるんですけどね、少しはこう向きを変えたりして、だからこう中に入る分をボンドでねちょっと留めようかなと思います。自分が思ったようなねこう想像して図に描いてる、絵に描いてるんですけど、これ思ったようにはいきませんよね。こんな感じでボンドを当てて
て、網目の隙間に差し込んで、一つはこう長くして、あとの二つをちょっと短めにしようかなと思います。だからワイヤーもカットしてね、10センチのワイヤーで作ってたので、まあしやすいように途中カットしました。2個目を差し込んだので、あと3個目ですね。こんな感じで後ろの方に差し込んでいます。ワイヤーだから向きはね変えられるんですよね。こんな感じでとりあえず仕上げました。立体的なね感じでいいんじゃないかなと思うんですけど、もうこれなんかもね壁に飾ると素敵なね、いちごのモチーフがカゴの中にね入ってるような感じですよね。こんな感じで仕上がりました。久しぶりにねレース糸で、今回はちょっといちごのモチーフ編んでね、何か作ろうかなと思って、こんな感じでカゴの中に入ったいちごをイメージして作りました。こんな感じです。まあカゴのいちごとか、お花なんかはねもうよく動画に出してるんですけど、カゴは目数は書いて紙に書いてるんですけど、どうしましょうかね。一応すぐじゃないですけども、もしね編みたいなと思われる方がいらっしゃったら編んでもらいたいなと思うので、カゴの編み方はまた別に動画に出したいと思います。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。